疲れ様です、失礼いたしますと。今回なんですけどもね、おはようございます、そしてお疲れ様です。今回なんですけどもね、そうなんですよ、今回なんですけども、もうサムネにも載ってると思うんですけどもね、ですね、またね、またジージャンタイプのね、ジージャンタイプのね、スウェードのレザージャケットなんですけどもね、もうここ見てわかるでしょ、ここ見てわかるでしょね、レッサードモデルでしょ。そう、今回はバンソンのね、バンソンのねレザージャケット、スウェードのジャケットですね、紹介していきたいと思っております。何卒よろしくお願い申し上げます。ねもうさすがにね、バンソン尽くし言ってるでしょうね、やっぱりね、リーバイスさんの、スウェードのレザーのねジャケットも素晴らしいんですけども、やはりね各ブランドのアメカジさんのね、ジージャンのスウェードのものですね、今回ねバンソンなんですけども、バンソン、やっぱり私はですね、こういったタイプもね好きなわけなんですよ。過去にも何回か、何着か動画上げてると思うんですけども、その中でもね、バンソン、私バンソン大好きでもございますので、取り出してきてみました。バンソンのジャケット、ジージャンのスウェット、サードモデルのね、サードモデルの、ジージャン型の、スウェードの、ね、ジャケットなんですけどね、でね、サイズは34です。ちなみに34なんですけども、S サイズでもございます。で中はブラックナイロンみたいな、中はねブラックナイロンみたいな形なんですけどね、これもねリーバイスさんとはまた違ってですね、ものすごい重みをね感じるわけなんですよ。ものすごい重み、やっぱり伴奏はね、伴奏なしね、これねふなふなで軽く見えるでしょう、実際動画見た感じではですね、実際は違いますよ、ものすごい重たいです。こういったものもね手出していくわけなんですけども、やっぱりねスウェードのジャケットはですね、下はやっぱりねデニムジーンズ、私はですねデニムジーンズがですね合わせやすいのがですね、やっぱりあるわ、そういったね感じで使い分けてるわけなんですけどもね、でこう肉厚なスウェードのレザー、ものすごいね、なんて言ったらいいんですかね、ものすごい頑丈なんです。リーバイさんのものとは全く比較になりません。バンソンのねスウェードのサードモデルと言われる、ジージャンタイプのレザーなんですけども、ものすごい頑丈でございます。実際ねこうやってね着てみるんですけどもね、ちょっとここ T シャツだらしなくてごめんなさいね。でね、腕周り太いでしょ、太いんですけどもね、全然ねこの冬でも全然使えないことはございませんので、この肉厚なレザーですよ、バンソンならではの、もう折り曲げることすらもねできないんですよ、これものすごい、も
ものすごい硬いんですよね、これ。もう何なんですかね、というぐらいね、うん、ものすごい硬いわけなんですよ。それがですね、やっぱりね、何回も申すようですが、バンソンらしさのね、感覚に陥るわけなんですよね。やっぱりバンソンさん、本当にありがとうございますね。もうそういったぐらいですね、私はですね、バンソンさんに、バンソンさんを、バンソンズレザーズさんに対してですね、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。で、今ちょっと朝早くから撮ってるんですけどもね、ものすごい眠たくて疲れてる状態なんですけども、寝不足でも続いております。そんなこと関係ございませんよね。はい、まあね、で、あとね、やっぱりね、私のこのやり方といたしましては、街中出ていくじゃないですか、街中ね、街中出ていくにあたりましてですね、やっぱりね、脱ぐときはね、もうこれですよ、これ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 、見てくださいよ、これですよ。パチ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 って感じです ね、前を開けるわけなんですよ。ジッパーとは違ってね、ジッパーとはまだ違うわけなんですよ。やっぱりそのボタンの開け閉めの開封時に当たりまして、やっぱりね、やっぱりやりたい部分あるでしょ、やっぱりやりたいでしょ。さあ、どっかのお店に入りました。さあ、ちょっと前を開けましょうかということですね。またね、そう、こういったことをね、こういったこともまた楽しいわけなんですよ。ほんと楽しいですよ。ジッパーとは違いますので、ボタンですのでね、それもまた楽しいわけなんですよ。もう、バンソンさんね、もうどうし、もう私なんかもう病気かな、本当に私の病気かなと思うぐらいですね。バンソンも大好きではございます。今回ね、バンソンさんのね、スウェードのレザージャケット、の、何でしたっけ、ジャケット類です。あ、そう。スウェードのレザーのジャケット類をご紹介いたしましたので、またですね、シューズ紹介できるようなものはございましたら、まだ、シューズ紹介もね、どんどん動画もアップロードしていきたいと思っておりますので、今回短い動画といたしましてですね、終わらせていただきます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。